愛媛新聞住宅公園パルニーサンサンキッズがやってくる。みんなコマンドレムサンサンとクロリンリッスン、今日はこれグミップルラボ研究発表デラックス、ご飯にオオクワガタ、虫を食べてるよ。レッツプレイ。中身を開けます。やっほーい。湯煎ステーション、ビーカー、ミキサー、グミベース、試験管、ピンセット、スティック、計量スプーン、ナイフ、虫かごケース、グミトレーが1、2、3、4、5、6、7、8枚、ジュースとゼラチンと砂糖も用意して、早く作ろう作ろう。お湯入れます。トンクトンクトン、ゼラチンだぞ。くる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 りんぽん、グミ液完成。そーっと流して、よいしょっと、ちょこんと足して、合体できた。本物みたい。うん、味はカルピス。すげー。おれる。これはレシピ研究ファイル。中身はすごい、こんなレシピがあるなんて。僕たちも負けてられない。クモリン君、今からグミップルの研究開発だ。あやいあやいあやいさん、僕たちの研究を最後まで見てくれる子はグッドボタン。まずはサンサン、いきます。じゃん、これを使います。ゼラチンザザー、くる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 りんぱ、注入。10分経ちました。固まってる。虫組カレーの完成。小さすぎてカレーに見えない。こうなったら大量生産だ。盛り付け盛り付け。カモリン行きます。クワガタさんに、ミツバチさんに、カエルさん、他にもたくさん。準備完了。ソフトクリームに盛り付けちゃうぞ。ふにゃふにゃ、むきに。とほほ、バナナジュースでも飲んで、きっと休み。うん、これは使えますな。ポンポン、スポポン、スポポンポン、サイダーシュワシュワ。ジュクシ、冷凍庫に行ってらっしゃい。結果発表。僕が作ったのは、じゃーん、虫組カレー。これが全部グミなの？じゃなくてこっち。そっか、ひょーん、全部虫さんだ。おいしい。えへん、僕が作ったのは虫組入りアイスキャンディー。カラフル。よく見ると虫虫虫。お魚も恐竜もひんやりおいしい。はい、クモリン天才です。僕のカレーと僕のアイス、作ってみたいのはどっち？LINE で教えてね。次はこれ。そうだ、それ僕の。クモリン、わーい、お菓子パーティーだ。あ、みんな、サンサンだよ。クモリンです。甘いものを食べると幸せになるわね、つくもよ。キャッキャッキャッ、俺様はノイズだぜ。あいつらをこれで驚かせてやるから、見てろよな。ねえねえクモリン、次はこれを食べよう。ギャッ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 。あ、ノイズ、俺様からお前らにプレゼントだ。わー、クワガタだ。あー、びっくりした。いたずら大成功。この隙にお菓子を奪っちゃうぜ。わー、返してよ。わ、僕たちのお菓子も取られちゃったね。お菓子パーティー楽しかったのに。そうだ、僕たちも
お料理でノイズを驚かせよう。いいね。賛成だわ。ノイズ絶対驚かせるんだから。でも何を作りましょう。家にはパーティーで使った材料の残りしかないわ。そうだな。あれ、これって僕たちの朝ごはんのクロワッサンだね。くねっとした形をしているわね。くねっとした形。そうだ、僕ひらめいた。なになに。幼虫クロワッサンを作ろう。幼虫。わーい、楽しみだい。僕と一緒に幼虫クロワッサンを作ってみたい子はグッドボタン。材料はこれだよ。チョコペンは何に使うのかな。ふっふっふー、あとのお楽しみ。みんなも何に使うか考えてみてね。まずはチョコを溶かしたいんだけど、どうすればいいんだろう。そんな時は湯煎をしましょう。湯煎。ボウルを2つ用意してチョコを砕いて入れるわ。そしたらもう1個のボウルにお湯を入れて重ねたらチョコを溶かしましょう。うわー、すごーい。なんでチョコが溶けるの。お湯の熱でチョコが溶けやすくなるのよ。次はクロワッサンにチョコをコーティングしようね。すっごい甘い香り。チョコが固まってきたらチョコペンで模様を描いていこう。最後に先っぽにグミをつけたら完成。でっかい幼虫だ。つくも行っちゃった。さあさあ見て見て、なると器用だね。キャッ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 キャー、あいつら何してんだ。なんだあれは。あ、ノイズ。今からこれを食べるよ。いただきます。おい、お前ら虫だぞ。もぐ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 。おお、甘美なお味ですな。もう、いたずらはダメよ。つくも、さっきは僕たちも脅かしてごめんね。一緒に食べようよ。虫が苦手なつくもでも楽しめるアレンジを教えてあげる。見ててね。必要なものはこれだよ。ホワイトチョコでコーティングしよう。クロワッサンにポッキーを刺して、チョコペンで顔を描こうね。あ、クモリンクロワッサン。わーい、僕だ。みんなも幼虫やクモリンのクロワッサンを作ってみてね。なんじゃこれ。サンサンだよ。クモリンルイース。虫取りに来たよ。かっこいいクワガタ取っちゃうもんね。僕はカブトムシを取るぞ。えい。やられてやんの。あらやー、行っちゃった。
なにそれなにそれ。ほほほ、ノイズ驚かせちゃおう。気になる子はグッドボタンを押してね。準備するものはこれだよ。コップは細長いものを用意してね。ブロージュースだ。このたくさんのストローは何に使うんだろう。ルッキーもある。おいしいぞ。でもミミズを作るのにニョロニョロしたものはどこにもないよ。これから作るから安心して。お菓子を作る前は手を洗おうね。じゃあ計量カップを用意して、ブドウジュースを 500ml 入れよう。500ml だからここまで入れるんだね。大正解。そーっとそーっとできた。じゃあ次はゼラチンを入れるよ。ゼラチンって何？僕知ってる。ゼラチンを入れるとジュースが固まってゼリーになるんだよね。そうだよ。じゃあジュースにゼラチンを入れようね。そしたらかき混ぜよう。ぐるぐるぐる。あれ？なんか下の方がドロップしているよ。ゼラチンが溶けきれてないのかな。じゃあレンジで1分くらい温めてみよう。もう一回混ぜて。できた。いい感じ。次はストローをいっぱい用意して、ギザギザしてるところを伸ばそう。伸ばして、できたよ。それじゃあストローをまとめて輪ゴムでぐるぐる。これをどうするの？この束を細長いコップに刺すよ。コップの下にはお皿やトレーを置こうね。僕、次に何をするかわかった。みんなはわかるかな？次はジュースを持ってストローに入るように注ぐよ。ストローにジュースが入っているかな？うん、完璧。全部入れたら冷蔵庫で冷やそうね。わーい、固まった。ゼリーだ。じゃあちょっと温かいお湯を用意して、コップにお湯をかけてあげてね。なんでお湯をかけるの？お湯をかけるとゼリーが取りやすくなるんだよ。へえ。お湯をかけすぎるとゼリーが溶けちゃうから注意してね。そうしたらゼリーの入ったストローを取り出して、一本一本に分けよう。ストローをギュッと押して中のゼリーを取り出そうね。ギュッと。全然取れないよ。そういう時はキッチンペーパーをお湯に浸してストローをちょっと拭いてあげてね。そしたらきれいに取れるよ。わー、取れた。いいぞ。うにょうにょしてるよ。いいねいいね。最後にクッキーを用意して袋に入れて砕いてミミズゼリーにのせたら出来上がり。あ、ノイズ！見て見て、ミミズだよ。どんなのじゃ。俺様は驚かねえからな。じゃあいただきます。いただきます。まままままま、食べた。お、俺様は騙されないからな。また。お、おい、大丈夫か。じゃじゃーん、覚えてろ。
べられないよ。これは虫ではないぞ。え、そしてここはレストランでもない。どうだったの？ここは研究所だ。面白い料理を開発しておる。これは昆虫にそっくりな昆虫グミだ。グミなの？ほら食べてみて。これじゃあおや
驚かせようよ。いいね。でもどうやって？そうだ、ドーナツで巨大蒸しチョコを作ろう。そんなことできちゃうの？うん、一緒に作ってみよう。気になるお友達はグッドボタン。まずはこの材料を用意するよ。わー、チョコがいっぱいだね。これは何に使うのかな？それではレッツクッキング。まずはドーナツを半分くらいにちぎるよ。パコッ。くもりん、味見早すぎ。あつい。ドーナツの先に黒いチョコペンを塗ろう。これくらいだね。できたら冷蔵庫で固めよう。次にチョコレートでお湯を溶かすよ。熱いお湯を使うからお家の人と一緒にやろう。それでは呼びましょうか。つくもママ。はい、私に任せて。大きさの違うボールを2つ用意して、片方にチョコレートを砕いて入れるよ。もう片方にはお湯を入れて、ゆっくりチョコを溶かすの。こうするととろーり滑らかになるのよ。とろーり。もうクモリン食べてばっかりなんだから。おいしい。そろそろ溶けたみたいね。よし、そしたらチョコが固まったドーナツに白いチョコを絡めて冷蔵庫で冷やそう。どうなるんだろう。その間にこのビスケットを袋に入れて粉々にするよ。トン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 ビスケット、トン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 叩いたらあっという間に出来上がり。で、これなんだろう。綺麗な容器を用意して中に入れるとね。あ、土みたい。さっきのチョコレートはどうかな。綺麗に固まってるね。最後にチョコペンで点々を描いて土の上に置いたら完成。で、あれ、コモリンは？さあさあ、見て見て。うわ、どうやって作ったの？実はね、抹茶チョコを使ったんだ。なるほど。全部入れてノイズを驚かせちゃおう。おやつ、おやつ、おやつの時間。またいたずらしてやるぜ。どんなおやつを。いただきます。あいつら芋虫を食べてやがる。でも騙されないからな。ナイズも食べる？よこせ！兄弟じゃねえか！こんなの食べれるわけねえだろ！肉厚で美味しいよ！それならこっちはどう？虫かご！まさか全部本物なのか！青虫もジューシー！虫は苦手なんだぜ！覚えてろよ！いたずら大成功だね。うん、だけどさんさん、お皿の蒸しチョコがないよ。あれ、鳥さんが持っていっちゃった。おい、それは僕たちのお菓子だよ。アイス食べよう。まだまだアイスが食べたくなるよね。バニラアイス、いただきます。この虫さん、かじってみて。え？そんなことできないよ。そうだよ、何言ってるの？
いいからいいから。食べてたーい。あぶ。いやー。クモリンの虫さん食べた。あれ。甘くて美味しい。え、どういうこと？これはチョコでできているのよ。チョコ？あ、本当だ。どうやって作ったの？この型を使ったのよ。虫さんの形になってる。いっぱい種類があるんだね。用意するものはこれだけ。まずチョコレートを細かく刻むのよ。包丁は大人の人と一緒に使ってね。細かくなったね。そうしたらお湯を張ったボールの上にチョコを入れたボールを重ねて溶かしていくのよ。溶かして溶かして、型に流し入れて冷蔵庫に入れて冷やしてね。簡単だね。固まったら型からそーっと取り出して虫さんチョコの完成よ。やったー。こうやってアイスのバーにくっつけて周りの人をびっくりさせちゃいましょう。それにしても本物そっくりだね。フィギュアのカブトムシさんと比べてみるとほら、そっくり。そうね。あ、いいこと思いついた。クイズやろうよ。クイズ？どっちが本物か当ててください。イエーイ。まず、この角をご覧ください。どっちが本物のヘラクレスオオカブトの角でしょうか？難しいよ。みんなも僕と一緒に考えてね。わかるかな。
てありがとう。